はい、それでは墾田永年私財法について説明していきたいと思います。墾田永年私財法は奈良時代に作られた法律です。743年に作られたということで、そんなのなしさ墾田永年私財法というふうに年号を語呂合わせで覚えてください。墾田永年私財法をシンプルに言うとどんな法律なのかっていうと、自分で耕した土地は自分のものにしても良いよっていう法律になります。それではこの法律について具体的に説明をしていきたいと思います。今回の法律、墾田永年私財法は奈良時代の話になります。この時代の具体的な話を知りたいよ、流れを知りたいよっていう人は奈良時代のパート9、10、11あたりの動画を見てください。それでは説明していきます。この墾田永年私財法が出される前っていうのは、公地公民っていう制度があったんですね。お前の土地は俺のもの、お前の人は俺のものっていうことで、天皇が全ての土地と人を集めていってっていう法律になります。そしてその公地公民っていう制度の中で、藩田収取の法っていう法律が出されます。その天皇の土地を6歳になったら貸してあげますよ、そして死んでしまったら回収しますよっていう法律ですね。で、この法律があるおかげで人々っていうのは天皇にしっかり従わなければいけないんですよ。っていうのも、じゃあ例えば天皇に反抗したとしますよ。そうしたら、あれいいんですか、土地貸しませんよってなっちゃうわけですね。ってなると農民は、働く場所ないじゃないですかってなっちゃうので、だから天皇の言うことにしっかり従っていこう、だから天皇の土地を貸してくれるんだね、ありがたいねっていう風な感じになっていました。中央集権国家っていう天皇がすごく力を持つ時代にあった制度と法律だったわけですね。しかし時代が過ぎていくにあたって人口がめちゃくちゃ増えてくるんですね。で、人口が増えてくると、その人たちに貸す土地がなくなってくるわけですよ。そうすると困りますよね。天皇は土地を貸すものがないってなると、農民は、天皇貸してくんないの、だったら別に天皇に従う必要ないじゃんっていう風になっちゃうわけです。だから天皇はどうしたのかっていうと、みんな土地新しく耕して、田んぼたくさん作って、畑たくさん作ってって言うわけですよ。しかしこの公地公民っていう制度と藩田収取があるせいで、新しくせっかく耕した土地も一旦解消されちゃうわけですよ。で、別の人に貸されちゃうわけです。だったら別に新しく土地作る必要ないですよね。だから藩田収取の方の中では新しく開墾を進みませんでした。だから国はどうしたのかっていうと、三世一新の方っていうのを出します。もし田んぼ作ってくれたら、あなたと子供と孫までは持っていてもいいけど、その代が終わったらもう一回回収しますよっていう風になります。まあもちろん皆さんも買ってますよね。そうしたら結局3世代で返さないかんのかい、じゃあ別に作る必要ないですよって言って作れません。じゃあ国はどうするのかっていうと、もう苦肉の策です。墾田永年私財法っていうのを出します。自分で耕した土地は自分のものにしてもいい。ただこれによって公地公民っていう制度が崩れていくんですね。もちろん農民はできないですよ。農民ってこの時代めっちゃ苦しんでるんですよ。税金で苦しいなっている中、じゃあ新しい田んぼ耕すっていう余裕なんかないわけです。じゃあ誰が新しいこの法律を使って土地を耕したのかっていうと、貴族なんですね。貴族っていうのはこの時代特権階級でめっちゃ収入があって、とにかくお金持ちです。そんな人がたくさん農民集めて、じゃあみんなで行くぞって言って、たくさん土地を耕していって自分の土地を作っていきます。これによって天皇が別に偉くなくなるわけですよ。別に天皇って別に俺自分土地あるしみたいな、別に貸してもらわなくてもいいっすみたいな、だから俺たちでやりますっていう風になっていって、貴族が力を持っていく。これによってこの奈良時代の次の時代、平安時代に貴族が力をつけていきます。その元になった法律が墾田永年私財法という形になります。